遊戯王大好き芸人です。もうすぐジャンプフェスタ2024が始まるということで、毎年、遊戯王のオリジナルパックがですね、合わせて発売されるんですが、それが、買いかどうかをちょっと見ていきたいと思います。2024年ですね、もしかしたらまだ入れるかもしれないですね。予約制ではあるんですけど、ちょっとまあ分かんないですけど、で発売がですね4日間ぐらいなんですよね、発売期間が。12月17日から遡って4日間くらいなんで、12月3日ぐらいかな、多分そんな感じだったと思います。最後に振り返りたいと思います。で結論から言うと、そんなに買いではないんじゃないかなと思います。一番の目玉はシークレットレアレッドの戦闘機ロゼなんですけど、これは去年2023年版も同じようなレアリティですね。であんまり種類が多くないんですよね、このパーク。32種類でノーマルが20種類、シークレットレアが12種類ということで、でその中にまたレッドが含まれてるって感じですね。ちょっと間違ってた、すいません。この価値が出そうな女性キャラのカードもあんまり少ないような感じですし、という感じですね。ただし買うのであれば、まあファンの方は買ってもいいのかなって思うんですけど、ラッシュデュエルのセットが、ジャンフェスオリジナルで出るらしくて、そっちの方が買えたんじゃないかなって思います。ちょっと4000円で高いんですが、これですね、ブルーアイズデュエルセット、プレイマットとカードとプロテクターが作って、でこれ3つ合わせて4000円って感じですね。これは結構いいんじゃないかなと思いますけど、買うんだったらこれ1人何個までなんだろう、ちょっと分かんないですけど、13日から17日の4日間までなんで、結構ね、キツキツって感じですね。1週間もないですね、余裕が。ジャンフェスの最終日、幕張で行われる最終日のところまで、3月配送とか、3月配送はかなり先ですね。どうなんでしょう。一応僕も行くんで、どうなのかなって感じですね。まあ、僕はただ遊ぶだけなんですけど、個人的にはちょっとブルーアイズデュエルセット買おうかどうか迷ってます。非常に。そんな感じですね。投資として持っとくのであればこれかなって感じですね。未開封で。まあ、3ヶ月後には下がってるとは思うんですが、別に売る気がないって人も、思い出作りのためにって人も買って、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。皆さんはどう思われて